ザ・レーショナル・マインドメイト、 NT さんの、まあ、恋愛傾向、はい、今日紹介するのはこちらカーシー博士の Please Understand Me 2なんですけども、妻が微積分を知らないことを少し心配していたが、かっこ冗談ではない、彼女はそれを改善すると約束した。ハーバード・アレクサンダー・サイモン、このハーバード・アレクサンダー・サイモンというのは、アメリカ合衆国の政治学者で、1978年にノーベル経済学賞を受賞した認知心理学者、経営学者、情報科学者、心理学、人工知能、経営学、組織論、言語学、社会学、政治学などいろんなところに影響を与えた人が、はい、妻が微積分を知らないみたいな、はい、僕微積分何か知らないんですね、はい、微積分って何ですか。何ですかって言われると僕ももう覚えてないですけどね。あの高校の時に早々に文系に進んだので、はい、サイン・コサインをやった覚えがあるんですけど、はいはい、あります。それ以降の数学で僕知らないんですね、はい、それを心配している、はい、NT さん、はい、レーショナル NT は忠実で文句を言わず温厚で誠実で率直なコミュニケーションを取り、独占欲が少なく素晴らしい伴侶となりますと、はい、NT さんが伴侶になると、はい、バッと。しかし、はい、レーショナル NT は結婚生活に満足を与えてくれる分、恋愛関係を築くには他の気質よりも多くの時間とエネルギーを必要とする。それは外交的 E 型の NT といえども、知り合いになるのは簡単だが親しくなるのはかなり難しい、うん、はい、そんな NT さん、合理主義者さんの求愛、レーショナルコートシップ。合理的な性格の人は社会的なつながりを作るために多くの時間やエネルギーを費やすことに関心はない。え、わさん僕とちょっと全く真逆なので、はいはい、そうなんですね。デートの儀式を少しバカバカしいと感じるだけでなく、他の気質よりも遊びをするのが苦手なようで、デートは大抵試練のようなものだと。社交性の欠如を道化、ピエロ的なことで演じることでカバーしようとする NT タイプもいるが、全体的に真面目で頭脳的な傾向があり、他の気質が退屈に感じがちな技術的な詳細、化学結合など知りたかったことすべてに満ちた難解な話題での議論を楽しむ。他のタイプが苦手とか、はい、そんなん興味がない、はい、化学の結合とか、はい、まあ、自分が知りたいっていう話がしたい、はい、NT さんはその話が楽しい話ですよね。 NT さんにとっての楽しい話はそこなんですね、はいはいはい、そういう難解な話題の議論が好きなんだ NT タイプさん。このほとんどの NT にとって知的発達は社会的発達よりも速い。スピードが知的発達の方が、はい、社会的な経験よりも速い、はい、はい、ので高校や大学では数学の天才や科学オタクであることが多く、フットボールの試合やプロムのデートよりも本やコンピューターを好む傾向があります。しかし成人期になっても合理的な人はデートとなるとやや堅苦しく不器用なままであり、多くは社交的な態度を身につけたり人気者になったりすることにほとんど興味を示しませんと、はい、これは外交型の NT でもそうなんですね多分、はいはい、なるほど、はい、この大学やビジネスの環境に入れば外交的な理性派はかなり意図的に楽しみのためにデートをすることを決めるかもしれないし、性行為を試す人もいるかもしれません。しかしより永続的な関係を築く的にはこのリビド、衝動に屈することはないだろうと。実際個人的な論理の問題として、合理主義者レーショナル NT は通常性的乱交を嫌悪の目で見ますと。自分の性体験について話すことさえ彼らにとっては不快なことであり、過去の交際についてパートナーや他人と話し合ったり、現在の
この性生活について友人と話し合ったりすることはほとんどない。 NT 合理主義者は多くの理想主義者と同様に親密な関係を築くのが遅い傾向があるため、プライベートで真剣な交際を数回するのが NT の恋愛の一般的なパターンであると。真剣な恋愛を数回、はい、まあ、ちょっと少ないってことなんですかね。はいはい、どうしたんですか。なるほど、はい、この NT さん、一般的に言って合理主義者の交際は SP 芸術家職人ですねの娯楽、合理主義者にとっての交際は芸術家のような娯楽でも、 SJ ガーディオンのような社会参加でも、理想主義者のような魂のつながり深い絆、はい、でもなく、はい、むしろ合理主義者の交際は自己投資に値すると思われる相手を探すっていう時にこの恋愛っていうのが困難になると。はい、困難になる。恋愛もその一環って話じゃなくて、時に困難なものであるとありました。はい、あ、今何に引っかかりました。いや、恋愛すらもうそういうなんかを構築するために必要な要素の一つとして考えてるのかなっていう、はい、っていうことなんだと思います。はい、要はなんで自分が何かを、そこをごめんなさいね、私はってごめんなさいNF タイプという自覚があります。はい、はい、僕は誰にも他のタイプに理解されない絆のつながりを求めているんですけど、はい、この NT さんはなんか自己投資の一環だと、はい、自分が必要、ああなんか自分の役に立つって思うときに、はい、ああなんか割に合うならいいよ、はい、って言ってるように見えるんですね。はいはい、あ、なんでこれはこう書いてあるわけではありません。はい、まあ、でも僕もそう受け止めました。自己投資なので、自分が成長するためとか成功するためとかの一環に、はいはい、まあ、そういうものも心も鍛えなきゃなみたいな、そういうのも必要だよなみたいな感じで取り入れるトレーニングだと。トレーニング、人とのつながりも必要だよね、社会的にうまくいくためにはそういうのも必要みたいな感じで、こう冷静に持ってくるみたいな。やりたくないけど。やりたくないとは言ってない、必要なんで。あ、そっか、ごめんなさい、はい、これは僕の気持ちでした、はい、今は。で、まあ、そこがよっぽど苦手だとやりたくないってなるかもしれないですけど、はい、はい、で、まあ、ちょっと動画にはしにくいんですが、この消滅可能性、はい、ここが問題なんじゃないかって僕は思ったんですよ、はい、今日これ訳しながらね、はい、こんなことを考えとんのかと、はいはい、で、この人たちは言葉が正しいじゃないですか。正しいかどうか分かんないですよ。これでコスパって言うじゃないですか。コスパが悪いとかが正しいとは限らないじゃないですか。いや、さも整然と今はなんかね、はい、恋愛がコスパって言われるんですよ、その人にとってはですよね。で、僕にはそうやって映ってた、はい、から、はい、もう君らが悪いって、はい、僕は今日思ったわけなんです。はい、そんなことないですかね。そんなことないっていうか、まあ、その価値観の違いなので、はい、コスパが悪いっていうのが正解でも不正解でもないみたいな話ですよね。皆さんがそうやって思うならそれでいいです、はい、真面目、 NT さんは真面目な恋愛観、真面目っていうか真面目ともなんか違う気がしますよね。そうですね、書いてあったのは、はい、全体的に真面目で頭脳的な傾向がある、はい、これ多分まあ他のタイプから見ると、はい、そう見えますよね、はいはい、なんかそのもっとわちゃわちゃしたい、はい、やってくれないんですもん、はい、僕もやらないですよねなるほど、はい、なんかディズニーランド行った時ぐらいはさあって、はい、楽しく行こうぜって、はい、まあ、その楽しいかもしれないですよ、はい、NT だ、 NT 的な楽しみ方をする、はい、あそこのあれがねとか言ってうんちくとか、はいはいはい、語り出すかもしれないじゃないです かもしれないし、はいはい、でそこに乗ってくれないと、まあ、この人つまんないってなるかもしれないっていうふうに真面目に見えてるのかなって思いました、はいはい、あ、DD さんは NT なんですね。人に関してうっすら賢者タイムみたいな感覚があると。あと輪の中にいる感覚がなくて外から見ている感覚があるんだと。僕は常になんかね、はい、キリスト的な感覚があるんですね。なんか、あ、輪の中心じゃなきゃ嫌だみたいな、はいはい、俺があのサンマ御殿をやるんやみたいな、はい、だからこの人たち上にいるってことですよね上から見てるんですね。神の目線、上から見てるんですね、はい、このなるほど、はい、中心でもないと、はい、なるほど。マクタさんは NT だが恋愛において
ときめきを求めたことはないですねと。何を？だから必要なことみたいな感じじゃないですか。こういうのも必要なんだろうなみたいな。それは SJ さんの社会、はい、なんて言うんでしょう、社会参加というか、はい、一員にならなきゃっていう義務感的なものでもなく、はい、あ、自分のために論理的にじゃないですか。なんかね、なんかある哲学者も言ってましたが、はい、人が喋ってることは、はい、もう分かんないらしいですね。他人が喋ってること、いや他人の痛みも分からないし、はいはいはい、要は同じすりむいたでも、うん、はい、もうその痛いって、はい、痛いの感覚が違うわけじゃないですか、はいはい、僕にとってすり傷は、はい、痛くないかもしれないが、はいはい、この人にとってはもう死ぬほど痛いかもしれない、痛いかもしれない、はい、みたいなので、このときめきを求めたことがないって、はい、ときめきの定義が必要ですもんね。ときめきの定義が違う感じもしますよね、はい、だからリビドー、はい、リビドーでもない、なんていうの、いや、このマフラーさんが言ってるそのときめきは、はい、私これときめきじゃないんですよ、はい、を僕がそれを感じると、これときめきって言うんだよみたいなのもありそうですもんね。そうなんですよ、はい、なんかやっとかなきゃなって、はい、私の中に取り入れなきゃなって思ったきっかけが、はい、それ僕が味わってるときめきだよみたいな、はい、のかもしれないですもんね。ま、うん、フリーレンみたいな。あ、どうしてフリーレンが出てきましたフリーレンってなんかこうすごい冷静で、はい、なんか淡々として心がないような感じだけど、はい、なんかいつも人のこと、人の気持ちをすごい考えようとしてるじゃないですか。その時も大体勇者が出てきますよね。勇者が出てきて、はい、で、そのなんかその心をすごく大切にしてる感じがありますよね、フリーレン。あ、します、はいはい、でそれってこう考えて、こういうのが必要なのかって取り入れようとしてるのかなみたいな、一生懸命みたいな感覚、恋愛とかもこれが恋なのかなみたいな、これがときめきなのかなとかっていうのを一生懸命考えながらやってるそっか、はい、だとまあ確かに、はい、恋愛には興味はなさそうですよね、フリーレンさんを、はい、モデルケースだとすると、はい、でもなんかそういうのもゼロではなさそうな感じはするじゃないですか。うん、他にいろんなことか考えることがいっぱいありすぎて、こう優先度はすっごく低くて目が向いてないかもしれないけど、はい、たまにそれに気づくみたいな瞬間があったりする、はいはいはい、人の愛みたいなところに、はいはいはい、はい、たまにね、たまに、あ、たまにね、はい、でこれがはって思ったりするみたいな感じがあるじゃないですか。なるほど、はい、だとそのなんて言うんだろう、恋愛的な発露は、はい、少ないかもしれない、少ないかもしれないっていう、だとやっぱりこの NF さんは、はい、ちょっとその発露は多いかもしれないですね、はい、いやもういろんな人に運命を感じてしまう、はい、これは運命かもこれは運命かもって、はい、きっと運命だねって、はい、なるほど、はい、